どうもお疲れ様です。ナミさん、なんとね、小野田さんが誕生日ですね、54歳になってしまいましたしまいましたっていうのは変ですけどね、相変わらず若いですね、小野田さんね。それからなんか生誕祭とか言ってね、自分の誕生日をまたイベントにしているっていうのがなかなか小憎らしいじゃないですか、うん、やっぱり与沢翼さんじゃないですけどね、与沢翼生誕祭みたいな感じでセールスガンガンやっていく、まあ、そんなことも思い出されるわけなんですけども、まあ小野田さんっていうのはね、うん、なんか土屋塾の土屋さんと並んで結構ね、うん、花がありますよね、うん、なんかこうタレントっていうかね、うん、まあ、50代半ばを迎えてもなかなか爽やかな方でいらっしゃいます。まあ、この場を借りてね、またお誕生日おめでとうございますと小野田さんに間接的に伝えようかなというところでございますね。はい、また小野田さんのライブ放送、これ生誕祭のライブ放送もありますんでね、そちらの方にもお邪魔しようかなと思うところでございます。いやでもあれだけアピールされるとね、まあ目立ちますね。あ、誕生日だったのかって思わざるを得ないですね、これはね。はい、一本取られました。それではまたよろしくお願いします。